前宮清が17年間袖を通した縦島のユニフォームについに別れを告げる時が来ました。球界最年長の42歳、ここ数年は代打の切り札でしたが、今夜は違います。藤田監督代行の粋な計らいで6番ファーストでのスタメン。球団から戦力外通告を受けながらも野球を愛するがゆえに引退を拒否した鉄人。第1打席はサードゴロに倒れましたが、5回の第2打席やりました。ライト前へのヒットはプロ通算1888本目。結局このヒットは得点には結びつきませんでしたが、ベテランの味を見せてくれました。そして迎えた6回、0対0、ワンアウト2塁3塁、先制のチャンスと全ての舞台が揃って真由美。しかし残念ながらショートゴロに終わり、ここで真由美にピンチランナー。これが真由美にとってタイガース最後の打席となりました。試合はタイガースが7回に3点を先制しましたが、9回にベイスターズがブラッグスのタイムリーなどで4対3と逆転しています。また試合後、タイガース選手からファンへ挨拶が行われ、真由美選手に娘さんより花束が贈られました。試合後のセレモニーでは3人の娘さんから贈られた花束を笑顔で、最後はナインたちに日本シリーズ以来という胴上げをされてグラウンドを去りました。最後だっていう気持ちがしないもんでね、なんか選手のみんなに胴上げしてもらってても、なんかこう実感が湧かないっていうのが、ただなんかこう嬉しいばっかりって感じですね。17年間本当に心から応援してくださいました。ファンの皆さん本当にありがとうございます。これでタイガースのユニフォームを脱むわけですけど、これからも、自分なりに一生懸命生きていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。打点部門で江藤を9点差で追うローズに、ナイが3回、江藤は猛暑で上積みできないんだから頑張れと、ツーアウト2塁3塁の絶好の稼ぎどころをプレゼントします。そしてローズ、阪神先発ユフネから、この当たりではランナーを返すことができず、今日は打点なし。残り2試合で9点はちょっと難しそうです。試合は雨にも負けず、阪神を応援する熱烈ファンの声が届いたか、同点で迎えた11回、グレイが決勝打となるタイムリーツーベース。4対3で勝ち、横浜から2年連続の勝ち越しを決めています。幾度となくドラマを演じたこのグラウンド、17年間慣れ親しんだ縦島のユニフォーム。真由美はこの日別れを告げる。いや、めちゃめちゃ寂しいです。もう阪神で終わってほしかったです。優勝したことを思い出させてくれる人ですから、残ってほしいですね、これからも。ずっといてほしいですけどね、まあ、どこか行っても頑張ってほしいです。ミッキーマウスのコンバットマーチ、真由美の一打に期待がかかる。1888本目のヒットがまた甲子園のスタンドを揺らした。1月17日、阪神大震災。キャンプインまで2週間、たった2週間が42歳真由美にとっては大きくのしかかった。調整の遅れがバッティングの調子を狂わす。チャンスの代打も凡退が続く。そしてチームも不振。焦りが悪循環を生む。8月1日、右足肉離れで今季3度目の戦線離脱。そんな真由美にチームが突きつけたものは戦力外通告。しかし現役へのこだわりを捨てきれない真由美は阪神での引退を拒否した。いくらでもいいからやらせてやるよっていう球団があったからって即行くっていうことでもないから、ボロボロになるまでっていう表現もちょっと違うかもしれないですけどね、楽な方を選んだら、なんかこう今まで自分が野球やってきたのがなんか無になってしまうような気もし
するんですけどね。昭和53年、世間を騒がした阪神の大スター、田淵とのトレード。若田選手、から真由美選手、どうぞよろしくお願いします。この時、タイガースの真由美が誕生。僕は、試合でも多く出て、全力で一シーズン乗り切っていきたいと思ってます。よろしくお願いします。現在の西武ライオンズの前身、クラウンライターライオンズ時代の真由美は、発展途上、まだまだ荒削りな選手だった。しかし人気球団タイガースへの移籍が原石真由美を光り輝かせる。華麗な守備、果敢な走塁、そして豪快なバッティングで真由美はファンを魅了する。伸び盛りの真由美は昭和58年、初のタイトル首位打者に輝く。そしてホームランの打てる驚異のトップバッターに成長する。今までの一番バッターのイメージを変えたっていうか、まあ、今でこそ野村君とか一郎君とかね、ホームラン打つバッターが一番入ってますけど、当時はもう本当なんていうか出塁するのが一番の役目でしたんでね、真由美さんみたいに打点を上げられる一番バッターっていうのは本当に羨ましいっていうか、すごい人だなっていうイメージがありますね。昭和60年、この力が爆発する。核弾頭真由美、そしてバーク、掛布、岡田、4人で165本のホームランを放つ。猛虎打線は神がかり的な快進撃を続ける。10月16日ヤクルト戦、マジックは1。やっとここへ来てですね、本当にプロのピッチャーらしい格好になった。あーっと、ホームランです。黄色い目の花が打ち込まれるの観覧席、満員の観覧席に取り込みました。前見の33号ホームラン。さあ、いよいよあと1球になりました。ピッチャーゴロー、この時、胴上げに走る真由美は興奮で全身が震えたという。古巣西武との対決となった日本シリーズも、真由美は打率3割6分2ホーマーと活躍。勝利の美酒を思う存分味わった。ほとんどビール漬け、酒とビールですね。しかし今日もホームラン打ったし、このシリーズは真由美さんにとっても素晴らしいシリーズだったんじゃないですか。そうですね、なんかシーズンの延長みたいな感じで思い切っていきました。ね、はしゃぐね、反面やっぱり一人の時の節制とかね、努力というのはやっぱりすごいもんありましたから、僕らあんだけしたらあんだけはしゃげるのかなとはいつも思ってましたけど、はい。優勝から3年、自分より若い2人がチームを去り、タイガースはかつてない低迷期を迎える。真由美もまた度重なる怪我に引退の二文字がつきまとう。しかし真由美は真っ向から立ち向かい、39歳までレギュラーを死守する。40歳を迎えた時、ニューヒーロー亀山の登場。広いグラウンドを走り回る亀山に真由美はレギュラーポジションを奪われる。真由美さん、来年は僕絶対ポジション取りたいんで取りますって言うたら、それに女は取ってみって言うて言われたんですよ。で結構そうやって葉っぱかけられて頑張れたんですけど、すごく講師とも師っていうんですかね、そういうふうに慕いながらずっとやってましたけども。初めて試合に出れない悔しさを味わった真由美は代打として息を吹き返す。勝負に決する一打と、その一瞬に全てをかける代打にもまた真由美は喜びを感じていった。いやいやしてましたからね、やっぱ嬉しかったですよ。お客さん、これだけまだ残っててくれました。
そうですね、この雨の中にね。どうも、ありがとうございます。真由美の一打は若いチームに勢いを与えた。若手とベテランが噛み合ったチームは優勝へ向けて突き進んだ。あと一歩のところでヤクルトに優勝をさらわれる。勝利の美酒、震える感動を味わうことはできなかった。会見の翌日、真由美はいつものように鳴尾浜に現れ、練習に励む。子供のように声を張り上げ、そして白球を追う。タイガースへの愛着と野球への思い、真由美明信は野球への思いを選択する。最終戦に負けると球団ワーストの81敗目となる中日。初回先発の上原が阪神和田に今シーズン初ホームラン、1点を先制されます。4回にも新庄の一発で1点を追加された中日。その裏、海宝、そして山崎が特大のホームラン、このアベックアーチで同点に追いつきます。5回にも阪神に1点を勝ち越されますが、8回、またしても山崎、左中間に舞い上がる16号ソロ、再び同点とします。しかし9回、関川にタイムリーを許して4対3、追いついても追いついても阪神が逃げていきます。そして9回も2アウト、ワースト記録まであとアウト1つ、バッターは神野純一。プロ入り初のホームランは今シーズンを締めくくるサヨナラスリーラン。なんとか81敗目は免れた中日、来シーズンは星野監督のもと優勝を狙います。広島の先発マウンドは三村監督がこの秋に鍛えたい若手の一人、5年目の山崎です。今日が2年ぶりの先発となりましたが、ストレート変化球ともなかなかの切れ味、ランナーを背負っても動じることなく8回まで阪神打線に3塁を踏ませません。広島も7回までゼロ更新でしたが、8回ワンアウトから今シーズン限りで引退する西田が代打で登場。現役最後の打席をクリーンヒットで飾りました。この後2アウト3塁2塁とチャンスは広がり、翔太選手会長が花向けの2点タイムリー。そして山崎は9回も関川、クールボー、鮎川と3人で片付け、ついにプロ初完封初勝利。今シーズンの最終戦と西田の引退に花を添えました。